この場所は割と城ヶ島では人気場所なんですけどね、誰もいないですね。この時間で誰もいないのもなかなか珍しい。アジがいるんだ。なんか足速そうなやつがいるなと思ってたんですよ。小アジだ。アジゴがかなりいますね、これね。ほら、アジ。ダメだ、味が半端ない。足が止まらない。もう少しね、大きければ嬉しいんですけどね。2時間ぐらいで開けたんで、少しでもね、状況変わってるといいんですけどね。お疲れ様でした。やっと来ましたよ、長田。これ浮いてるな。よし。よかった。皆さんが元気で。はい。なるほど。
い。ちょっとあと再録したかな。少し再録した。いや。ほんの少しだけサイズアップしました。これで。サイズアップしたじゃん。さあ、慣れた。おお、頑張る。おお、少しサイズアップした。やれよ。30いってれば持って帰ろう。まあ30ですね。ギリ30。ギリ30でした。じゃあ見えるね。ちょっと小さいけど見えますね。OK、マジか。マイクロ、お腹が出れた。ほら。
こういう巣が浮いてる。このサイズかな。浮いてますね。いや浮いてる。コッパが浮いてんだよ向こうも。ダメだなこれ。もうサイズアップしないよね。やばい、俺もうずっとこれを釣り続けるよ。爆笑だよ。どうしよう。売る方がいるんですよね。ああ、ムロが。そしてこうなっちゃった。早いな。一瞬で食ってきちゃう。一本目で食ってきましたね、ムロアジ。で、ムロアジですね。いや、いるね。いたね。いるなぁ。うわ、もう飲み込んでるな。あれ、よっしゃ、これはムロアジじゃないですよ。これはいける。うん。あれ、なんか色おかしくない？何これ？何これ、シマアジだ。シマアジだね。やった。ムロじゃないやつ来たと思ったのに。なんか叩いてる？叩いてるよね。アイゴだ。あ、イサギだ。おお、イサギイサギ。まあまあ美味しそうなやつ来ましたよ。よし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 。OK。もう少しだけ。よし。これがメジナだったら嬉しいな。アイゴじゃありませんように。アイゴだ。あ、イサキだ。やっぱ深いところイサキいるわ。ねえ。えい。これ今2ヘロぐらいですね。誘導してね。
これはいけそうでしょう。あれあれあれ、本当ですか。食ったよ、これ食ったっぽいですね。食った食った。これまあまあ多分サイズあるんですよ、これ。